福引きとは、当たりや、外れ、または、景品の種類を定めたくじを引き、当たった場合は景品などを配るという、遊戯的な性格を持った抽選である。歴史的には、702年に、聖武天皇が、正月に布などを景品として、短冊を引く余興を行ったのが、始まりとも言われている。また、年初にその年の吉兆を占うため、二人で一つの餅を引っ張り合い、どのようにちぎれるかを見る縁起か、継との関連も指摘されている。今日では、商店街の販売促進の一環や祭りの出し物として、くじ引きや抽選機を用いて行われることが多い。日本の法律的には、商品やサービスを購入して、福引きの権利を配布する場合は、販売価格や商品の価格の条件を満たせば、クローズド懸賞に該当し、実施することができる。なお刑法に富くじ販売、取り次ぎ、授受罪があるが、一般に、福引きの形態は券そのものを販売するのではなく、買い物時などに無料配布されるもので落選者が財産を失う関係にないから、刑法の富くじには該当しない。しかし、くじが有料で販売されたもので、それにより落選者が財産を失う関係にある場合には刑法に抵触する恐れがある。例えば事前に抽選券を販売して、その販売価格を上回る景品が一部のものにのみ当たるという形式を取ることは、刑法で禁じられている富くじ行為に該当する恐れがある。ありがとうございます。